ナミさん、動画の方、今回は2本送っていただきました。1本目はダイダルスの更新ということだったんですけども、これは不可解ですよね。こういうことってたまにあるんですよね。で、理由教えてくれないんですよ。じゃあ改善のしようがないじゃないかって思っちゃいますけども、まあまあまあしょうがないですよね。力を落とさずに頑張っていきましょう。そして、扇風機の方、これなんか涼しそうですよね。この水を入れるあたりがものすごくいいんじゃないかなと思います。気化熱っていうんですかね、まあなんか室温をグッと下げてくれる、その水がね、こうパーッと広がるみたいでいいんじゃないかなと思います。この水をなんか香りのある水とかにしたらどうなるのかなとか思っちゃいますしね。ジュースとかを入れたらどうなるのかなとか思っちゃいますけど、まあまあまあやんない方がいいでしょう。壊れちゃいますからね。ということで今回も動画を送っていただきましてありがとうございました。いやーでもね、これから夏本番ですよ。暑くなりますよ。そして上半期、今年の上半期どのぐらいビジネスで結果出したなってことが後半の結果にもね影響してくると思いますので、しっかりと振り返りながら前を見ていこうかなと思っております。それではナミさん、またよろしくお願いします。